こんにちは。お祭り期間中にお二人とお会いできて嬉しいです。じゃあもしかしてオイラたちに依頼があるってことか？これは少し困りましたね。マンダ人にとってウィンドブルーム祭のプレゼントというのは自分で準備するものなんです。今はモンド冒険者協会のオフシーズンと言えるでしょう。皆さん甘美で穏やかなお祭りの雰囲気に浸っていらっしゃいます。隣のキャッツテールの猫たちも一日中くっついていますよ。わっ、ぐーい。限定人気ドリンクの発売日に寝坊して、それでももしかしたらまだ買えるかもと思って出かけてみたら、最後の2つを目の前のカップルにかっさらわれたみたいな気持ちだぜ。お二人も一層これを機に。旅人さん、パイモン、見つかってよかった。頼みたいことがあるの。あ、スクロースだ。とにかく安心して行ってみてくれ。オイラたちもちょうど暇なんだからな。はあ、わかった。実は私、騎士団から今年のウィンドブルーム祭の特別大使に選ばれたの。感謝と愛を象徴するこのお祭りで、みんなの役に立ついろんないいことをしていく役目。やるじゃないか。どうやって選出されたんだ？名前がいっぱい書いてある円の上で、エンジェルズシェアが提供してくれた空き瓶を回して、止まった時に瓶の口が向いた方に名前があった人が当選するの。私もそう思うよ。でもみんな曰く、公平のためなんだって。こうすれば誰でもウィンドブルーム祭の特別大使になれるからって言ってた。人付き合いはあんまり得意じゃないから、最初はちょっと緊張してたんだけど、でもこの肩書きは嬉しい。それに自分を元気づける方法を見つけられたんだ。見て。試験管？うん。いいことを一つしたら、助けてあげた人の息を試験管に吹き込んでもらうの。そうすれば幸せの吐息をいっぱい集められるでしょ。へえ、なんかすごそうだな。スクロースはそれを研究するのか？うん。とても貴重な素材だと思うの。錬金術で少し改造すれば奇跡が生まれるかも。
おいらを誘惑してるのか？想像しただけでよだれが出てきちゃうぞ。それよりももっとすごいよ。でも十分な実験データを収集するまで結論はまだ教えられない。錬金術師は無責任なことを言っちゃダメだからね。幸せの吐息、残るはあと一つなんだ。なんだ、そんなことかよ。それなら簡単だぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きをおごってくれたら、そいつを吹き込んでやるぜ。ほん、これでもオイラなりに頭をひねって助けてるんだぞ。それともスクロースはもっとでかくて真面目な幸せがいいのか？幸せの含有量と真面目さは関係ないよ。でも例えば何かを栽培したことはある？甘い果実には時間と汗が必要なのと同じで、収穫する喜びは経験した辛さと正比例するの。私にとっては効果の安定したポーションを数ヶ月かけて研究して作ること、こんな幸せこそが特別って言えると思わない？特別な幸せを得られるように、私も誰かのためにチャレンジ性のある任務を完成させなきゃ。おお、分かったぞ。つまるところ、手伝いを必要としてるやつを探す手助けをしてほしいわけだな。って難しすぎるだろう。今はウィンドブルーム祭なんだぞ。でも栄誉騎士は経験豊富な旅人なわけだし、あなたたちですらどうしようもないっていうなら。本当に何かいい考えがある？わかった。旅人が言うならオイラも手伝ってやるよ。言葉でな。そしたら結局うまくいかなくても、オイラは鶏肉のスイートフラワー漬け焼きが食べられる。だる旅人、これは感謝と愛の祭りなんだから、羽つけたりしないよな。スクロースさん、ちょっといいですか？今あなた宛ての荷物が届いて。あ、今行くよ。行ってくるね。あれ、オイラの見間違いじゃないよな。あの後ろ姿ってコレイか？いつの間にモンドに来てたんだ？声かけに行こうぜ。記念品ショップでモンドの童話を買ったんだ。適当にめくってみたら本にはメモが挟んであって、謎めいてて
まるで予言みたいだ。これらを完成させれば至福のランプを灯し最高の祝福を手にすることができる。これら？この世に存在しない花を探すこと、絶対に迷わない道案内人を見つけること、嘘をつかない人を見つけること、永遠に終わらない伝説を見つけること、合計4つの条件だ。ほら見てくれ。オーナーにも聞いたんだけど、メモのことは知らないって。ちょっとごめんなさい。それって、なんて言うと？ああ、イノシシプリンセスと言うんだ。それはおかしいね。イノシシプリンセスなら私も読んだことがあるけど、メモの内容は物語と関係ないの。知り合い？紹介するぜ。こっちはスクロース、セピロス騎士団の錬金術師。こっちはコレイ、スメールのアビリアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。はじめまして。はじめまして。やばい、二人とも人見知りだから、このままだと空気が冷え冷えになっちゃうぞ。スクロースはこの予言を本当だと思うのか？研究したことがないから根拠のある結論は出せない。でも主観的な見解でいいのなら、少なくともいたずらじゃないと思う。童話を読むのは子供心とか私情を持ってる人だけだもの。メモを残した人もきっとそれを分かってる。もし嘘でその純粋さを汚そうとしてるならひどすぎるよ。いい観点だな。私は好きだぞ。そうだそうだ、子供を傷つけるなんてひどいぞ。じゃあスクロースは祝福は何だと思う？それはあくまで個人的な意見だけど、願いを叶えてくれる妖精みたいなものかな。あんまり童話はたくさん読んでないから一種の推測だとしか言えないけど、資料も研究もないし参考にはならないかも。はあ、その推測すごい。もっと突っ込んで聞いてみたい。でもずっと質問ばかりしてると鬱陶しいって思われないかな。初めて会ったんだもんな。初対面の人ってどう話せばいいんだろう。できればだけど。じゃあコレイさんの願いは？私の願いは性格を良くすることかな。え？それは違うだろう。どう
のどこが悪いんだよ。そう言ってくれてありがとう。でも自分の状況くらいちゃんと。これいい。この声、あれは。これいい。今回はずいぶん早かったね。幸い目がいいから、遠目でもあんたの緑色の髪の毛を見てすぐ分かったよ。アンバー、最近は元気？この前あげたピタは全部食べてくれた？もちろん。コレイ、だんだん腕を上げてきてるね。え？それってコレイはまたモンドに来てたのか？うん、昔モンド城でいろんな人に助けられた。マリン病が治ってから機会を見つけてモンドに戻って、みんなにこのいい知らせを直接伝えに来てたんだ。ありがとう。みんな、コレイを連れて適当に回ってきてもいい？前に行きそびれたところとかに。もちろん問題ないよ。うん、行ってこいよ。アンバー、ごめん。この後縄文で合流しようって一緒に旅してる人たちと約束したんだ。今は一緒に出かけられない。オッケー、わかった。じゃあまずはゆっくりして。私も神団長に休暇申請を出してくるよ。ああ、うん。旅人スクロース、ちょっとコレイと一緒にいてあげてくれる？後で戻ってきたらまたコレイを連れていくね。今回はモンドの友達をもっと紹介するから。うん、大丈夫。じゃ、また後で。大丈夫か、コレイ。なんだか落ち込んでないか？ごめん。ただ自信がないだけなんだ。気にしないでくれ。おお、アンバーの友達か。うまく付き合えるのかな。スクロースが相手でもまともに会話できてないのに。もっと自信があったらもっと友達ができるのかな。そろそろ時間だ。縄文へ向かおう。また大型風車だ。懐かしいな。そうだろうね。前回モンドに来たのはずいぶん昔だろ。そっちじゃない。ほら、効率よく仕事をこなす風車はある意味大マッハマシンと言えるだろう。頭を働かせてみろ。そんなに分かりにくかったか？だから大マハマトラと大マハマ…ティナリー、セナー、こっちこっち。
はあ、助かった。この人は？スクロースだよ、師匠。スクロースはセピロス騎士団の錬金術師なんだって。今知り合ったんだ。スクロース、こっちはティナリ師匠。私の師匠なんだけど、優秀なレンジャー長で、その上あっちじゃすごく有名な植物学者なんだ。大げさだよ、コレイ。はじめまして、僕はティナリ。あなたにも先生がいるのね。はじめまして、ティナリさん。よろしくお願いします。うん、師匠はすっごく博識なんだ。ねえ、こっちがスメール教練員のダイン・マハマトラで、セノ様。またまたすごい人だよ。よろしく。先に言っておくが、今回俺たちはプライベートでここに来ている。モンドのみんなも職位のことはあまり気にしないでほしい。コレイも様はつけないでくれ。呼び捨てはどうしてもというならさん付けでいい。そう、大した用事はないんだ。ただのコレイの付き添い。付き添いというか、無理やりついてきたっていうか。コレイは大切な仲間だし、スメールからモンドまでの道のりは遠いんだ。身の安全をちゃんと守ってやらないと。一人でだって何回か来てるのに。お前がいなくて大マハマトラの仕事は大丈夫なのか？大丈夫だ。仕事は部下と非常に頼りになる二人の助っ人に任せてある。あ、なあ、そういえばスクロースも。コレイさんも気づいた？実は天才錬金術師のアルベド先生の助手をしてるの。あなたと似てるよね。スクロース、天才なんて言葉はやめてくれ。お客さんに大げさな第一印象を与えてしまうだろう。アルベド先生、私は客観的な事実を言っただけで。うわ、アルベドも来たのか。なんだか賑やかになってきたぜ。うん、スクロースの主な研究分野は生物錬金って言ってたけど、ドドリアンの解毒原理についてはどう理解してる？ちょっと待った。早速オイラにはわからない話を始めるのか？あ、ドドリアンはモンドの特産品なんだ。私、ドドリアンをテーマにして研究したことがあるの。もしティナリさんも興味があるなら、レポートを探し出してお見せするよ。ただの旅行だと言ったのに、まだ薬草調合の改良について考えてるのか。今回の遠出は3人とも新しい身分でと約束したんじゃなかったか？新しい身分？俺は砂地の探検に長けた冒険者のセノで、ティナリは砲塔団の技術顧問、コレイは旅する音楽家だ。すごく面白い。アビディアの森の冒険者たちも暇があればモンド旅行に来てほしいくらいだよ。母風のマッシュルームは食感こそ良くないけど、
少なくともお腹を壊したりはしない。ティナリさんはドドリアンの成分を抽出して特別な解毒剤を作りたいの？うん、道中素材を集めて研究してみたらやりがいがありそうだったから。わかった。ただ水を差すつもりじゃないけど、薬の相互的作用を研究するには大量の実験データが必要だから、全体で研究開発にどれくらいかかるかは予測しにくいの。それに素材の仕入れとか運ぶ時間を考えると、みんなが戻るまでに間に合うかどうかわからない。では僕も手伝おう。アルベド先生、今さら横から口を出してすまない。毒キノコの解毒剤のことだろ。もし手元にサンプルかその他の資料を持っているようなら、後で僕に見せてくれるかい？そうだ、その前に3人ともこれを見てほしい。とんでもない。冒険者と技術顧問、音楽家の皆さんは遠路はるばるいらっしゃって専門知識の交流をしていたところだったのに、そこに割り込むなんて失礼したね。とはいえモンドでのスケジュールはやはりこの地に詳しい人が組んだ方がいいと思う。どうかな、お気に召さないところがあればすぐ調整するよ。とんでもない、完璧なスケジュールだよ。今のままで十分素晴らしいぞ。オイラまでタダ飯が食いたくなっちゃったぜ。オイラの意見はいいのかよ。モンドに住んでないし、オイラだって来客だぞ。行き届いているな。冒険者も技術顧問も音楽家も大変満足だ。感謝する。そうだな、僕たちも料理してみたいかも。会食のところをピクニックに変更するのはどう？テントハリ、手伝うよ。私も手伝う。オイラはこいつを連れて鹿狩りでオードブルを注文してくるぜ。モンドの冷製肉盛り合わせは特別なんだぞ。よし、それで行こう。僕とスクロースは3人のお客さんたちをホテルまで送ってくるよ。また夕方湖の岸辺で会おう。盛り合わせをお一つですね。
他にご注文はありますか？他の注文だってよ。わあ、覚えててくれたんだな。お前って世界一優しいやつだ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きについてるスイートフラワーを風の花としてお前に捧げてやるぜ。安心してくれ、食べ物に関してためらうことなんかないぞ。では少々お待ちください。ギュッボ、はあ、大満足だ。これがウィンドブルーム祭でしか体験できない素晴らしいことなんだったら、毎日ウィンドブルーム祭がいいぜ。いらっしゃいませ。リーユへのジュエリーですよ。みんな揃ったね。ううん、暇だったから先に来て準備してただけ。テントはコレイさんが張ってくれたの。ロープを結ぶのが早くて結び方も丈夫でプロの技だったよ。私なんて素材を渡すくらいしか手伝えることがなくて。ああ、ありがとう。これも師匠と瀬野さんがいつも指導してくれるおかげだ。ああ、優秀な冒険者はみんなこうしている。まったく、いい加減にしてよ。これ以上褒め合ってたら月が昇ってきちゃうから。ほらみんな座って。さっきのバター魚焼きはなかなか美味しかった。作り方を見てなかったけど、旨味は魚肉本来のものだけじゃないみたいだね。その通り。もっと詳しく推理できる？そうだな、匂いは純粋だった。複雑な香辛料じゃないね。あんまり馴染みのない匂いだったから、モンドの特産品かな。料理に使えるモンドの植物の中だとドドリアンは普通スープに使われるから、イグサ？正解だ。スメールの魚のクリームソースは柔らかい口当たりで魚肉の旨味を引き立てるものだと聞いている。モンドの香辛料はスメールほど複雑ではないけど、自然な調味料で食材の特徴を際立たせるっていう理屈は互いに通じ合っているんだ。
気に入った。でも具体的な分量は。レシピを書いてあげるよ。後で私が作る栄養食を食べてみたい人はいない？一つ頼む。コレイさんは？あんまり食べてなかったけど食欲がないの？ああ、もともと小食なんだ。もう。ごめん、興ざめだよな。ティナリ、あの日俺たちが道中で見た二足歩行の生き物はパイモンだったのか？どの日だ？石門を通った日だ。はあ、見間違いだろ。帽子に視界を遮られてたんじゃないのか？オイラはいっつも飛んでるんだ。地面を歩くことなんてないぞ。そうか、パイモンが食べ過ぎたかと思ったんだが、バルベリーを。面白くないか？バルベリーでパイモンが滑り落ちた。知り合うのに必要な一環かなって。いい方向に考えてよ。セノはみんなのことを友達だと思ってる。その仮説を検証してみないかい？なんだって？モンドの原生植物が浮遊生命体の機能に影響を及ぼすのか否か。オイラを実験台にするなよ。お前たちの理屈だとザイトゥン島を食べたらあんな風にまん丸になっちゃうのかよ。さんのジョークより旅人とパイモンのやりとりの方が楽しいよ。固定観念だ、長年にわたる。セノってモンドに来てから明るくなったみたいだよな。スメールにいた時と違うっていうか。冒険者のセノだからな。面白くないか？それもそうだろうね。君たちがスメールにいた頃見てたのは仕事中のセノだった。でも実は機嫌がいい時はいつもこうなんだよ。うんうん、師匠の言う通りだよ。食べる時もたまに器が浅すぎて料理をうまく盛れないって言ったりとか、とにかく予想外の話をしてくるんだ。わかった、改めて自己紹介しよう。俺は大マハマトラのセノだった。だが今この時からは冒険者のセノだと思ってくれ。これだよ。自分が面白いと思う文句をみんなが受け入れるまで延々と繰り返すんだ。つまりセノさんには二つの状態があるってこと？面白い。物質の転換みたいに自由なんだね。私も見習いたいな。そしたらきっと真面目なスクロースとぼーっとしてるスクロースになってしまうね。さて
旅の目的地をモンドにしたからには、みんな何かしたいことがあるってことかな。うん、ウィンドブルーム祭はモンドの一番大切な祭りだってリサさんから聞いたんだ。これを機にみんなに愛情こもった風の花を捧げたい。それで昔世話になった人たちに感謝を示すんだ。外に出かけて新しい友達を作る。これはコレイにとってもいいことだからね。ラクラクダジュ。はあ？今の言葉、これコレイに聞こえた。似たような言葉でラクラクダジュというのがある。でもテイワット大陸ではググプラムのような命名の方が多いみたいだ。僕からすれば、うわ、この寒い空気の中でよく顔色一つ変えないで話を続けられるな。最近スメールの環境は大きく変わったし、やっと仕事も少し楽になってきた。せっかくの休暇にコレイの付き添いができて、道中ではモンドの様々な動物や植物を観察できるから、後で講義もできる。一石二鳥だよ。じゃあセノは？コレイの護衛だ。口実だ、絶対口実だ。七星召喚のカスタムカード裏面だ。やっぱり別の目的があったのか。みんな七星召喚はもうやったか。さすが俺の友、優秀だな。カードの裏面を変えようと思いついてから俺はあちこちに聞いて回った。それで最終的に伝説の白亜先生に頼むことにしたんだ。スメールにいるカードゲーム友達の沢田から教えてもらった。沢田は稲妻人で姿の彩り祭に参加していたんだ。白亜先生はモンド人だから運試しにモンドに行くといいと言われてな。白亜先生ってそれなんだ、知り合いなのか。なるほど、白亜を探すためにわざわざモンドまで来たんだね。いや、そうではない。コレイの護衛の方がメインだ。そんなはずないだろ。コレイは何度もこっそりモンドに来てたっていうのに、君がついてきたのは今回だけなんだから。俺のことばかり言うが、お前だってそうだろ。僕の作家の友達がここにいたら、事実は小説よりもきなりと言うんだろうね。もう認めちゃうのか。待て、白亜先生というのはまさか。新しい友達にペンネームで呼ばれるのはちょっと変な感じがするな。アルベドでいい。何？君が白亜先生だったの？セノのやつ、最近毎日君のことを話してるんだよ。ぜひカード裏のデザインを頼みたいってさ。ち、余計なことは言わなくていい。普段はオーダーメイドの依頼は受けないんだけど、こうして交流して君たちのことはもう友達だと思っている。みんな面白くて博識だ。それにセノが七星召喚に注いでいる並々ならぬ愛情はその目を見ればわかる。もちろんだ。はるばるスメールから探しに来てくれてありがとう。なら名誉に思って
この依頼を引き受けないとね。おお、お前の先生って優しいな。きなりさんと似てると思うよ。なんというか、性格はちょっと違うけど、雰囲気が似てるの。では、後世に残るこの唯一無二の傑作にいくら用意すれば。後世にまでは残らないだろう。俺の七星召喚のカード裏面に描かれる絵は、必ず歴史に名を刻む傑作になる。ぜひそう表現させてくれ。勝手にやらせておいて。カードゲーム好きってみんなこうなんだよ。なるほど、信仰ということか。うん、だったらもっとジョークを聞きたいな。ジョーク？俺のジョークを気に入ってくれたのか？僕は結構好きだよ。でもさっきは全然笑っていなかったじゃないか。うん、笑うかどうかは別として面白いと思ってるよ。ちょっと失礼。なんか変な匂いがしない？あ、私の栄養食が。大丈夫か？一緒に見に行くか？鍋の方は大丈夫かな？アルベドとスクロースはいい人だけど、食事中ずっとジョークの話ばっかりで、ちょっと頭が痛くなってきた。どうやら本当にいいジョークというのは必ずしも人を笑わせるものでなくていいらしい。スクロースのことは頼むよ。こちらの新しい友達のことは僕に任せて。よかった、そこしか焦げてなくて。鍋は洗ったらまた使えそう。ティナリの鋭い嗅覚のおかげで助かったな。あ、見てないと焦げるっていうのもピクニックではよくあることなのか？うん、セノさんには申し訳ないけど、別の日に改めて作るしかないかも。そうだ。ねえ、気づいてるかもしれないけど、コレイさん、なんだか落ち込んでるみたい。みんながおしゃべりしてる時も、あまり元気がなかったの。あのメモのこと、覚えてる？ふと思いついたんだけど、あの謎を解いて、祝福を受けるチャンスをコレイさんにあげたいな。手伝いを必要としてる人！そう、コレイさんなら私の試験管に息を吹き込んでくれるかも。ううん、これはまた後で考えよう。実験の進捗も大事だけど、それよりもコレイさんの喜ぶ姿が見たいの。いい考えだな。おいら、本当？正直に教えて。あなたたちもあの予言は信じていいと思う？こいつの言う通りだ。わかった。それじゃあモンド城の合成台で合流しよう。私は先に考えておくね。ただいま。惜しかったね。もう少し早ければ
今の風車に関するジョークを聞けたのに。やめてよ、5回目はさすがに勘弁。へえ、そう言われると逆に気になるぜ。一体どういうジョークだったんだ。そういえば東風の竜を見に行きたいって言ってたよね。いつ行くの。明日の朝だ。お前は予定はどうだ。山に登って散策したいな。植物の標本を採取したいんだ。僕が付き添うっていうのはどうだい。僕もカードの裏面用のイラストを描くためにアイデアを集めたいんだ。いたいた。ここに焚き火なんてあるわけないと思ったら。へえ、目がいいね。さすが偵察騎士だな。まさかうっかり焚き火のルールでも破ってたか。そうじゃないよ。焚き火の事前報告はなかったけど、錬金術師の二人もいるから目をつぶってあげる。お、そうそう、自己紹介がまだだったね。私はアンバーで、こっちは遊撃小隊隊長のエウルア。私の友達だよ。こんばんは。君たちはコレイの知り合い？よろしくね。よろしく。アンバーとエウルアのことはコレイから聞いたことがある。本当？もしかして褒めてくれたの？前も言ったじゃないか。もちろん褒めたよ。基本的にいつも手紙が来るたびお前たちの話が聞ける。そうだったんだ、ありがとう。あ、コレイを迎えに来たんだった。この辺で失礼するね。行こうコレイ、いくつか景色がいいところに連れて行ってあげる。あ、わかった。ふん、相変わらず元気いっぱいだな。お？セナもアンバーのことを知ってるのか？ああ、以前会ったことがある。それにコレイの大事な友人だからな。俺たちは感謝してるんだ。アンバーの活発さと陽気な性格があれば誰とでも仲良くなれる気がするぞ。おお、もう遅い時間だ。明日も予定が詰まっているから、みんな帰ってゆっくり休んでくれ。うん、僕も片付けを手伝うよ。銀融野郎にメモの内容を確認してもらいに行きたいのか。ひひ、やっぱりオイラわかってるな。この時間ならあいつは酒場のあたりにいるはずだ。早速行ってみようぜ。最適な場所だ。ぜひ入ってみて。いらっしゃいませ。Thank you.
久しぶり。金曜野郎、やっぱりまた酒を飲んでたんだな。早くジョッキを下ろして真面目に聞いてくれ。こっちは大事な話で来たんだ。忘れたのかい？今はウィンドブルーム祭の期間中だから、安易に人に頼み事しちゃいけないんだよ。じゃあ、答えは教えないで。この件はやってみる甲斐があるのかどうかだけ教えてくれ。つまり、ちょっとしたヒントが欲しいってこと？君の答え、気に入ったよ。この予言を残した人はすごいね。謎を解けばきっといいことがあると思うよ。それから僕はランプがどこにあるかも知っている。その4つを見つけたら場所を書いてあげるよ。優しいでしょ。はっ、どうせお前の口から手がかりを聞けるだなんて期待してなかったぜ。お前はこのまま風に当たりながら酒でも飲んでろ。悲しいな。パイモンの目には僕が他にすることのない酔っ払いみたいに映ってるなんて。銀融詩人にはやることがたくさんあるのに、生活を楽しむってことはその中でも一番重要な一つに過ぎないんだよ。そうだ、すべてが終わったら一杯付き合ってくれるかい？これも僕からのお願いだと思って聞いておくれ。存在しない花。存在しない花。スクロース、いい知らせと悪い知らせ、どっちが聞きたい？お、じゃあ悪い知らせの方かな。え、普通はいい知らせから聞きたいものじゃないのか。とにかく風立ちの地でそよ風に占ってもらってきたんだ。謎には意味があって、お前のアイディアはいいものだ、やってみる甲斐はあるってそよ風が言ってたぜ。それって悪い知らせには聞こえないね。本当の悪い知らせは何なの？悪い知らせはオイラが、えへ、セノのせいだ。面白くなかったらセノのせいなんだからな。大丈夫、安心したよ。さっき考えてたんだけど、存在しない花っていうのは人工栽培の品種のことだと思ったの。でもそれは存在しないというよりも既存の品種の変種といった方がいい。そうなれば推測できるものは全て存在しないとは言えないでしょ。でもこの世に存在しないものが何かなんてこと誰がわかるっていうの？この命題の真意は一体何なんだろう。うわあ、もうやめてくれ。
頭がパンクしそうだ。うん、じゃあ具体的な推測に戻るけど、存在しない花ってもしかすると錬金術師の産物かも。うん、アルベト先生なら答えを知ってるかも。でも最初に先生に聞くっていうのは試験の時に直接先生に聞くようなもの。それじゃ真理を追求する意味がなくなっちゃうよ。やっぱりもうちょっと自分で考えてみよう。風の花ってことはないのか？あ、そういえばその可能性もあるね。風の花は具体的に定義された花じゃない。人々はそれぞれが心に思う風の花を自由に決められる。つまり本当の風の花は存在しない。これって方向性の一つかも。しっかり頭の中にメモした。帰ったら文献を調べるね。あう、ひひ、オイラ役に立てたぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きのおかげかもな。ちょっと準備しないといけないから、2日後ここで落ち合うのはどうかな。うん、残りの3つの謎の答えも考えておくぜ。でもオイラたちが3人でやってるってことをコレイに教えなくていいのか。サプライズにしようかなとも思ったけど、期待させておいてがっかりさせたくないし。パイモンの言う通りだね。なんていうか考えておくよ。この2日でチャンスを見つけて私からコレイさんに伝えるね。うん、それじゃあよろしくね。